不安とは心配に思ったり恐怖を感じたりすること。または恐怖とも期待ともつかない何か漠然として気味の悪い心的状態や良くないことが起こるのではないかという感覚である。何かをするときに成功しないのでは自信がないというときに思いを巡らす。例えば以下のような事例がある。他に病気のときなど体に異常のあるときなどに考えやすい。 高熱を出したりすると死ぬのではなどと想像するのも不安に思っている状態である。人は不安を感じると無意識に自分の体を触って安心感を得ようとする。これを自己タッチという。パニック障害になっていると精神的な問題で過呼吸に陥ったり、新規更新が起こったり、あるいは体が揺れている感じがしたりすると同時に死ぬのでは次は 大丈夫だろうかというような強い不安に襲われる。これは、精神疾患として扱われ、治療を要する。現在では薬物による治療が主流となっており、一定の効果を上げているが、発症初期に正しい治療を施さないと治りにくくなる。特性があり、広場恐怖や鬱病に移行するケースが多い。いわゆる精神分析において、神経症を発症するメカニズムが不安と抑圧の、 関連にあるとされている。精神分析の素であるフロイトは、神経症患者の臨床から、生殖行為の障害により、神経症が発症することを突き止め、その際不安がその性欲の抑圧に何らかの影響を与えていると仮定した。抑圧とは、性欲の表出を妨げる機能障害であり、そしてそのような欲動がさらけ出されることにより、 社会的な適応が妨げられることを防ぐ防衛規制でもある。フロイト自身のその両者の関係についての過程は前期、後期とで大きな違いがある。前期においてはもっぱら性欲を一種の生命力と捉え、生殖行為が何らかの事情、理由で正常になされなかった場合、その際消費されるはずであった性欲が解消されることなく無意識のうちに蓄えられ。 そのような充足されず変質させられたエネルギーが不安として表出されるというものであった。前期の方向性は科学、生理学的性格が強く、またこのような性欲についてのエネルギー転換、代償行動をフロイトが経済的と呼ぶのも不安をこれらのエネルギー転換の際の投下である交換物とみなしているからである。後に彼は自らの説を修正し、 欲圧が不安を引き起こすを不安が欲圧を引き起こすと捉え直した。後期においては社会的な禁令や禁令を命じるものといった新たな要素が関わっている。それによると我々の言う良心や理性といったものは我々の社会生活上において不適当と想定されている人間の欲望の表出を抑えるため、 我々自身のうちに内在化された社会的な禁令であり、それが長自我と呼ばれている。我々が蒸気のような欲動にかられた際、それを抑えようとする長自我との葛藤を恐れ、この葛藤を解消するために不安という危険信号を自我が発することにより、欲動が挫折させられるという。このように不安が自我の発する心的状態として捉え直されたことにより、前期に比べて、 より心理学的性格が強くなったと言えよう。主に実存哲学及び実存主義において取り上げられることが多い。先駆的著作として、キルケゴールの著作、不安の概念があり、彼は著作中に不安について、反感的共感であり、共感的反感であるとし、不安とは、恐れているものに、心惹かれていることであると表現している。彼は、 キリスト教的思想家であるため、不安は人間の罪と共に現れ、そしてその罪がまた新たな不安を引き起こすとし、最終的にはキリスト教の神への信仰へと向かう、その時の人間の心的状態であるという。彼は不安の研究を人間の罪における心的状態の心理学的研究であるとし、無垢であるはずの人間が罪を犯すこと、そして、 罪を背負った人間が神の救済に対すること、それら両者の前者から後者へと移行する際の心的状態、中間段階が不安である。ありがとうございます。